どうハイチーです。今回は、まあ今日がね、大晦日ということで、2018年最終日なんで、1年の振り返りを、だらだらとちょっとやっていこうと思いますので、よかったらね、最後までお付き合いください。で、先ほど、今年最後の生放送をしてきました。来ていただいた方ありがとうございます。その後すぐに今、撮影してるんですけど、で、まあ、その時にもね、いろいろ話したんですが、今年いろいろありましたと。で、まずは、ちょっと目標からね、確認していきましょう。一応ね、毎年年始1月1日に目標を発表するんですよ。ちょっと光の加減で見にくいかもしれないですけど、まず1個目、再生回数7000万回目標だったんですが、こちらは未達です。未達成でございます。申し訳ない。で、今撮ってる段階で3日分まだ数字が入ってないんですけど、ほぼもう本当にほぼ6000万です。今年、ね、1000万足んなかったですね。まあ本当に去年に比べれば、ちょっとごめんね、ダラダラと。データ見ながら喋っちゃうんですけど、去年が、4500万回だったんで、まあ1500万回は増えてるんですけど、まあこれはもうちょっと伸ばさなきゃいけないとこでしたね、本当に。まあ反省というか、まだまだ爆発力が全然ないので、自分のチャンネルは。まあそこはこれからの課題かなと思います。で、チャンネル登録者の方は、一応45万が元々の数字の目標だったんですが、こちら10月1日に達成していて、で、50万人に情報修正したのも達成できました。これはね、本当によく頑張った。そして皆さん本当にありがとうございます。本当みんなのおかげでね、達成できたことなので。で、3つ目がですね、ちょっと本当見にくくてごめん。企業などとの連携って書いたんですけど、で、今年は、まあ、例えば、真剣ゼミさんと仕事させてもらったりとか、そういうのもあったんですけど、今、冬季講習の問題ね、栄光ゼミナールさんから問題提供してもらってるんですが、結構栄光ゼミナールさんとはいろいろ今お仕事させてもらってて、これはね、そういった意味でも叶ったと思ってるので、ここは頑張った。自分のあれじゃないんだけど、そう、まあできたというところですね。で、問題は最後ですよ、5キロ減量です。で、これ生放送で話したんですけど、これはもう未達です。ちゃんと測ってないですけど、ですね、おそらく今年の年始から変わっても1キロ落ちたかなぐらいですね。これね、3キロぐらいまで落ちたんですよね。順調に落としてたんですけど、ここ3ヶ月でしっかり戻った。結構この3ヶ月は本当にバタバタで、変な時間に食べちゃったりとかしたんですよね。食べちゃった翌日は食べないようにとか、一応コントロールはしたんですけど、そう、という感じでした。はい。で、一応他が、まあ、1コラボ。コラボもね、今年はさせてもらえたので、まあ、コラボは達成で、で、情熱大陸に出て、これね、最終目標と見ることもあるけど、目標で、情熱大陸は30代、自分がね、30代のうちにっていうとこなんで、まあ、あと6年あるので、その6年の中で、必ず出れるように頑張りたいと思っております。はい、という感じで、まあ、今年はね、こんな感じでございました。全員合格っていうのは毎日ね、毎年思ってることなんで、まあこれはこっからですね。はい。で、まあどんなことがあったかってとこなんですけど、まあ一大ニュースで言うと、やっぱはじめ社長とのコラボでしょうね。まあ本当は年始の話ですけど、年始に固まってんだよね、結構ね。はじめ社長のコラボもそうだし、これ多分今年だよね。あれ去年じゃないの、今年だよね。今年でしたっけみたいな話だったけど、違ったらごめん。ちょ、記憶がちょっと曖昧で。で、あとは、その年始、また年始なんだけど、ZIP に、出たこと、取り上げてもらったことは、あれは衝撃だった、自分の中では。で、まあそっからいろいろありましたけど、でも、こう見てくれて、まあ再生回数もそうだし、登録者もそうなんですけど、こう、徐々に伸びていって、で、なんか気づいたら、この辺、なんか生活自体が大きく変わったとかは特にはないんです。まあ忙しくはなりましたけど、ありがたいことにね。そう、でもまあそんな感じですかね。ただ、まあその撮っててさ、撮影とか仕事をしていて、まあいろいろこう気持ちの浮き沈みとか、まあ嫌なことももちろんあるわけで、いつ頃かな、中頃かな、まあ6、7月ぐらいとかは結構暗黒期で、ものすごいちょっといろいろあったんですよ。いろいろあったんです。ちょっと詳しく言えないことが多くて、ここは曖昧にちょっとぼかしちゃって申し訳ないんですけど、自分ね、この活動7年目なんですけど、YouTube をこの活動をやめたいと思ったことってほぼほぼないんですよ。ほぼほぼって言ってますけど。実は、今年初めて思ったんです。YouTube やめようかな。やめようかなっていうか、やらなくてもいいんじゃないかなっていうふうに、初めて思ったので。
今年は本当にいいこととか今まで経験したことのないこともたくさんさせてもらったんですけど、そのいい方にもいっぱいこうね、なんか振り切った風に、お、こんなことが人生で起こりますかみたいなのあったんで、逆もしかりで、もう暗黒期だった。その中学の時にいじめを受けてて、で、その後にうつ病をちょっとやっちゃったりとか、まあそれも暗黒期だったんだけど、それとまた違う暗黒が今年はあって、でもなんかね、もう解決策がもう全然思い浮かばなくてさ、でも自分考え出すとね、もうこうなっちゃうんですよ。とにかく、もうね、で、動けなくなるの。考えて考えて、もさ、物事とか悩みってみんなもそうだと思うんだけど、悩んでも解決しなくない？そう。だからさ、自分どうするかって、もう結局行き着いたのは、もう動くしかないと思ったの。立ち止まって悩んでても、見える景色も変わらないし、自分の置かれてる現状も気持ちも何も変わらないんでね。俺、まったりしたりとか、その、だらだらとくつろいでると、リフレッシュみたいな感じができないタイプで。だから、もうやるしかないなと思って、もうやみくもじゃないな。もうがむしゃらにやってた。だから、あの時期何撮ってたんだろう。なんだろうな。なんかね、その撮影してる時にすっごいしっくりきてない時期があって、もこんなん言ったら本当良くないんだけど、そう、こう撮って喋ってるじゃん。その動画でね、その勉強、はい、よろしくお願いしますって言って始めるじゃないですか。喋ってるんだけど、なんて言うんだろうな。こう、自分がね、そこにいないんだよね。変な感覚。すごいね、ふわふわしてる感じになっちゃってて。だから NG がめちゃくちゃ多かった、あの時期。もう撮っても撮ってもしっくり来ないし、なんだろう。まあ、喋ってる途中にもさ、こう、頭が回らなくなっちゃって、言葉が出てこなくなるの。結構準備するんだよ。自分の得意科目、苦手科目関係なしに結構準備して喋ることも決め、ある程度決めてって言って望んでるのに、出てこないんだよね。止まるの、ペンが。あれ？って。で、一番まずいなと思ったのは、普通に分数の約分とかが出てこなかった時、めっちゃ簡単なんだよ。普通にちっちゃい数で割るのに出てこなかったりとかして、ああ、いよいよやべえなっていうのがあったりとか、あのまあそんなこともあって、さっきも言ったようにこういい方にも振り切れたけど、まあ、辛いこともあったよ。でもすごい激動だった今年1年は。ただ振り返った時に、まあ、1年こう振り返ってみた時にはいい1年だったなってすごく思います。充実してたし、とにかくね。でさっき生放送でさ、最後にちょっとみんなにも話したんですけど、その時来てくれた子に毎年言ってるんですけど、また言わせて、本当に感謝してもしきれないんです。見てくれてるユーザーのみんなには。で、って言うとさ、こっちがって言ってくれるんですけど、でもやっぱり本当に、みんなからのコメントとか、まあ、ツイッターの絡みとか、ツイキャスとか生放送とかもそうなんですけど、みんながいてくれて、で、自分は事務所にも所属してないし、その、ハイチっていう、この人間が売り出してるタイプじゃないんで、なんつうんだろうな。そんなにこう、わーってなるチャンネルじゃないわけですよ。なんとかみたいな。なんないから。でも、授業がいい、わかりやすい、ためになるって思ってくれて、それを知り合いとか友達とかに徐々に広めてくれて、みんなの口コミ力とか、まあ、もちろん今だったら、たまたまさ、表示されて見てみたらっていう方もいらっしゃるんだけど、みんながこう広めてくれたから今この場所に入れるし、で、落ち込んだ時とかも、たくさんみんなの、今でも結構コメントチェックしてるんですけど、見て、でもちろんね、嫌とか辛いコメントもあったけど、でも励まされて今ここに入れるからさ、本当にありがとうございました。だからその分頑張ります。毎年思うことですけど、感謝の気持ちを力に変えて、それを自分は動画でみんなにね返すことしかできないので、でそれがまたみんなのためになればいいなと、幸せだなと思いますので、まあ、2019年も変わらずにはなりますけど、1からというかコツコツやっていきます。で、あとはそうですね、今生放送をするようになってから、今モデレーターの方が何名かいらっしゃるんですけど、まあ、この場で言うことではないかもしれないんですが、ちょっと改めて言わせてください。本当ね、モデレーターの方がいるから生放送が成り立ってます。まあ、みんながね、治安をこう保ってくれてるのももちろんあるんだけど、見てくれてるみんなが、でもやっぱりモデレーターのみんなが支えてくれてるから、こうやって今生放送とかもすることができてるので、本当にありがとうございます。まあそんな感じで、で、2019年の目標はまた明日1月1日、ちょっと2日になっちゃうかもしれないんだけど、スケジュール上、まあまたね、発表していきます。
で、何月かな、3月ぐらいかなには少しね、あの大きな発表がもうあの控えてるんですけど、大きな発表がみんなにできると思いますので、で、それは多分学年関係なく、全ての方にもしかしたらプラスにというかちょっと貢献ができることになるかなとは思っておりますので、そちらも楽しみにしてもらえたらなと思います。どんな1年になりますかね、2019年は。まあ、自分自身、まあ、俺はね、運がいいんで。そう、俺ね、自分のこと運がいいってことのとにかくすごい思ってて。もともとね、なんだろうな、いじめ受けた時とかさ、うつ病っぽくなっちゃったりとかした時に、もう自分が本当ダメで、死にたいみたいになってたんだけど、どうしても脱却したくって、それを。で、毎日起きてさ、こう、歯磨いたりするじゃん。鏡に映る自分に、お前は運がいいから大丈夫って言い続けたの。毎日言い続けたの。気持ち悪いでしょ。でもね、もう大事なんで暗示かけるのにね。ずっと言い続けたの。そしたらね、もうね、脳が勘違いしてて、もうずっと思ってる。本当に俺、誰より運がいいと思ってるから。そう、そこはね、自分に自信はあんまないんだけど、でも運がいいって、そこだけはね、本気で思ってる。で、運がいいんで、まあ俺はなんとかなるから。だから、見てくれてるみんなが、まあ受験生はね、とにかくもうあと数ヶ月、もう数週間でね、受験本番になる方もいると思うんですけど、そこが、受験が全てじゃないけどね、人生は全てじゃないけど、でもみんなにとっては大きな比重を占めてるところだと思うので、まずそこを乗り越えて、で、まあ全ての方がね、志望校合格っていうのは、それはまあ理想論でしかないと思うんで、難しいとは思ってるんですけど、でもみんなが、まあ合格、不合格、どっちになったとしても、こう頑張ってよかったなって、自分の人生の糧になったなって思ってもらえるように、でその後の人生もそうだよ、進学先でね、進学先就職先わからないけど、そのところその場所でみんなが生き生きと輝いてくれることを心から願っておりますので、ぜひ2019年もね、一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、ちょっと意図的にダラダラと話させてもらいましたが、2018年、本当にね、お世話になりました。本当にありがとうございました。では2019年の配置にもまた期待していただいて、ぜひね、いい一年にお互いしていきましょう。同じこといっぱい言ってるけど。じゃあ、今年の動画はこれで最後かな、となります。また同じだけどね、本当にありがとうございました。また来年会いましょう。それじゃあ、良いお年を。バイバイ。